当時のイタリア人たちの喜びとか苦しみとか想像以上にこういろんなもの、時代背景なんかも含めて
想像以上にいろんなものが詰まっとるから、はい、まあ、そんなのを自分の中にしっかり落とし込んで見ると今までと違った味がするよね、うん、まあ、願わくばそれをこう自分で味わうだけじゃなくて、うん、近距離の人にもそういうのを伝えられるような、まあ、歌を歌えるようになるといいなと思って、ね、そうですよね、うん、大声で歌うのはもうやめようってだねまあ、確かにその通りよね、そう大声で歌う大声で歌うのはやめようって紙に書いて貼っとこい、家にはい、ということで今回後ろ田さんの演奏で、クルティス作曲のプ・カヌンキャンゲン、プ・カヌンキャンゲンをお送りいたしました。それでは本日もご視聴ありがとうございました、チャンネル登録とグッドボタンで応援をよろしくお願いします。